とことんやり込む。どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日ですけども、皆さん、最強の学園ジョブ、なんだと思いますか？もしくは、今、学園ジョブ、何を装備してますか？今日はですね、学園ジョブ、一番強いやつ、発表します。もう、なんだろう、5位、4位、3位とかそういうのは言いません。もう一番強いの言います。一番強いの。では、発表します。最強の学園ジョブは、夢見る少年だと思ったでしょ？違うんですよ。夢見る少年も、強い。確かに強い。俺も前は、これがナンバーワンだと思ってた。でも、それはね、なんだろうな、あんまり慣れてない時にこれはね最強だと思った。このジョブの良さっていうのは回復ができるところなんですよ。この妖怪学園って回復手段っていうのが食べ物を食べるぐらいしかほぼほぼないんですよね。コマくん使ってくれる人もなかなかいないので、まあご飯を食べるしかないんだけども、このね夢見る少年をすると決めポーズをすると回復するんですよ。しかも自分だけではなくって周りの仲間も一緒に回復してくれる。で、さらに、異常状態まで回復してくれるので、まあ、このヒーラーが貴重なね、このゲームにおいて、夢見る少年っていうのはかなり強い。かなり強いジョブですよ。で、決めポーズすると、あれですよ。変身ゲージまでも溜まるので、もう一石二鳥なんですよね。もう最高なの。でも、ぜひね、このゲームに慣れた人、もうボスも全然余裕で勝っていけるよって思う人、これにしてください。一流芸能人ガクトです。この一流芸能人ガクトが、俺はね、最強だと思います。これが最強。ちょっと意外と思った人もいるかもしれませんので、説明しますと、このジョブは、回避職ですね。回避を専門とする職業と思ってください。回避成功時にパワー 7%、スピリット 7% 上がります。で、回避の無敵時間も 15% 上がりますよね。で、さらにレベルを上げると、回避の無敵時間がさらにまた 15%。合計で 30% 無敵時間が長くなります。で、さらに回避成功の時に、スピリットパワーが 8%、合計 15% 上がるんですよ。で、これがね、すごくって、重ね掛けができます。重ね掛け。一回回避すると 15%、もう一回回復すると、30%、スピリットとパワーが上がります。で、これ重ねて重ねて、ちょっと検証したところ、どうもね、100% アップまでです。100% アップまで、重ね掛けができます。攻撃力が2倍ですよ。通常の2倍になるまでバフが成功していきます。で、このバフっていうのが15秒間ですね。効果時間は15秒間です。で、この15秒間の間にもう一回回避しちゃうと、さらにそこから15秒間バフが続きますので、うまく立ち回っていくと常に攻撃力倍の状態で戦っていくことができます。でね、ランク24で覚える、このね、バク転成功でクリティカル 20% アップ。これは、あのね、重ね掛けはできないですね。ちょっとね、100% になったら面白いかなと思って試してみたんですけども、どうもね、これは、重ね掛けはできません。クリティカル利率 20%。で、プラスで、生徒カードによる 25%、45% ですね。だいたい半分ぐらいクリティカルが出るようにはなりますけども。まあ、バク転がなかなか難しいのでね、普通の回避でいいと思います。では、早速、どんな感じになるのか、お見せしましょう。あ、あと一個、もう一つだ。もう一つあった。スピードも上がります。スピードも上がるのよ。パワー、スピリット、スピード。この3つが上がるので、まあ見ておいてください。行きましょう。はい、それではバケーラですね。
最近バケーラばっかり戦ってるんですけども、ごめんねバケーラ、今日もサンドバッグになってくれ。まずはですね、通常の時、バフがかかってない状態で攻撃してみますと、こういう感じですね。まあ大体普通に攻撃が当たって2000ぐらいで、クリティカルで2500とかそれぐらいのダメージですね。はい、でこれに、バフをね最大までかけてみます。まあこれバフもそんなにね難しくなくって、別にジャストじゃなくていいんですよ。ジャストじゃなくて、とにかく敵の攻撃が避けれれば、1回っていう風にカウントされるみたいで、それを、5回繰り返せば全然いけるかな。うん、だいたい5回ぐらいクリアすると全て、かかったことになります。 100% までいきますね。もういったかな。まず移動速度が全然違うでしょ。移動速度がこんなになります。うん、で、まだ15秒経ちそうだなーっていう時には回避に専念して、回避をすれば、そっからまた15秒になるので、この状態を続けることができますね。はい、で攻撃してみましょう。さっき2000ぐらいとクリティカルが、3000ぐらいかだったよね。それがこうなりますね。通常攻撃が4000ちょっとで、クリティカルで6000ぐらいで、しかも攻撃速度がちょっとえげつないと思うんですけども、こういう感じになります。うん、でこれが変身した状態でも一緒なんですよ。うん、必殺技のダメージが2倍になるので、とんでもない火力になります。これはねやばいよ。はい、ということで今日はですね、最強の学園ジョブは何なのか、これをやってみましたけども、この芸能人ガクト強いんだけども、回避がね慣れてないとちょっとやばいんですよね。うん、基本的に敵に向かっていかなきゃいけないので、回避をある程度慣れた人はつけてください。うん、慣れてないとやっぱボコられてしまうので、慣れてからつけると最強になります。それまでは夢見る少年少女、あれが無難かな。回復もできて、うん、まあこの芸能人ガクトも回避すると HP 回復するんですけども、あの 1% なんですよ自分の HP の。うん、レベル600の状態でも50ぐらいしか回復しないので、まあスズメの涙というところでしょう。はい、でも使いこなせればむちゃくちゃ強いので、まあね、回避ぜひ慣れてみてください。うん、まあ、今後ね10月の後半ぐらいに高難易度クエストが来る予定となっているので、まあそこではねだいぶ活躍できると思います。はい、今のうちから慣れておくようにしてみてくださいね。ではまた出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやー。